以前芸術工房のいいことスイッチ、いいことスイッチ、イエーイ。たくさんです。のちゃです。まいまいです。まきまきです。 GP に向けて撮っております。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね、博多ん5号います。これが一応大会に出て結果残すには一番有力なんじゃないかっていう、まあ、あの噂のものなんですけども、それを使ってですね、実はケンジさんの息子さんですよ、一応ね、サラブレッド心折ろうじゃないかということでね、マイマイさんに教えてもらいつつ、サクさんが、そしてマキマキさんは石形のサッパー、はい、サッパー、サッパー、早速お願いします。お願いします。ちなみにデッキ、僕たちのものは、プロキシを使っております。はい、最初はグッジャケホイ、よっしゃ、ではいきます。まず、いや難しいですね、これ入ってる、難しい、いきなり難しい。では、マーチャージして、はい、完終了です。ドローします。マーチャージして、タインド、はい、こうですね、じゃあこれをチャージ、全然大丈夫です。はい、マナチャージして2マナで放射ギガントします。はい、じゃあターン終了です。はい、ドローします。じゃあマナチャージして2マナ、はい、マナ、はい、でケンジの制裁 Z を、はい、効果で次の自分のターンの順まで、はい、相手はマナゾーンにあるカードよりコストの高いクイーチャー出した時に山の場所へ行きます。ああ、なるほど、わかりました。で、裁きの猛者なんでここに表向きに置きます。はい、タイエンド、はい、ドロー。おお、いやでもね、あの今これ打たれたせいで、はい、ちょっと出せなくなってるんで、はい、ボタンはチャージして、はい、これをチャージしてもらって、わかりました。でチャージ、仕方ないんですけど、これの下の方、あ、わかりました、打ちます。じゃあ2タップで呪文ぶっ飛び特攻数、はい、自分の手札を1枚選び残りを捨てる、はい、このターンの終わりにこのターン中に攻撃したクリーチャー1体の付きカード1枚を引く。ほどほど。じゃあで、そうですね、これを選んで残りを捨てます。これを選んで、あ、見せなくて大丈夫です。あ、見せちゃった。で、じゃあ選んで捨てます。捨てます。で、これが手札1枚以下じゃないと攻撃できないっていう制約があるんで、なるほど、まあ、今手札1枚に無理やりしました。で、これがダブルブレイカーなんで、シード2枚ブレイクなんですけど、ここをブレイクしてしまうと、はい、相手のカードで、うんうん、このサファキの紋章を使って何かをするっていう効果のカードがあるんですけど、うんうん、それを避けるっていうことで、まあ、他のブレイクするっていうのもいいんですけど、はい、相手ないっていうことを考えてブレイクするっていうのもあるんですよ。ああ、なるほど。で、そこは相手のマナゾーンとかを見て考えるっていうのもありなんですけど、で、個人的にはあの見えてるところをブレイクするのはあんまし良くないかなとは思ってる人なんで、はい、横を違うとこブレイクしてもらう。なるほど、ここ、はい、まあ、一応その時にもこれが、あのシールの中にこれがあれば効果使えるんで、ああ、なるほど、それは仕方がないなって思う。見えてるか見えてないかっていう。じゃあ、入浴の裁きを捨てて、はい、手札から、はい、やばい、ひらめき先生に Z を裁き Z で出します。はい、っていう感じで今出されたんで、はい、もう仕方がないなと。これは仕方がないですね。なるほど。じゃあ効果で山の中から1枚表向きでここに置きます。なるほど。で、ターン終了で終了時に、はい、1枚、1回攻撃したんで1枚取ろう。はい、で、ここでも一応整っているところなんですよね。そうですね、もうあのカードがちょっと効果が強いんで、あまり立てられたくはなかったんですけど、マーチャージして3マナ、はい、剣山の裁き打ちます。はい、効果で山の中から3枚見て呪文かメタリカを1枚手札に加えます。はい、転生の生前 Z を手札に加えます。はい、絶獣出ちゃった、裁きの文章なんで、それで Z って言います。あ、なるほど。ちょっと読み方ちょっとよくからなかったですね。で、まあ、ここに殴り返すかを考えてますね。あ、なるほど、すごい考えてる。盤面には残したいカードなんですけど、はい、このクリーチャーがいることによって次のターン負けも言えるっていうのが。そうなんです。そうなんです。そんなに強いと、ね、手札からスピードアタッカーいっぱい出せれば。あ、なるほど。確かに相打ち。あ、あ、破壊してる。なるほど、ここは破壊。なるほど、はい、で、アンタップして押します。で、今破壊しに来たってことは、はい、多分、はい、多分なんですけど、はい、個人的には手札がしんどいと思うんです。おー
すごい呼んでいる。そうで逆に破壊したくなかったら手札が余裕あるっていう。あ、なるほど。ことになるんで、まあ、破壊したけど手札がしんどいんですよ。しんどいんですね。ってことはもう今のうちに攻撃しに行った方がいいかなと思うんで、一応これ1枚じゃね戦かないんで、はい、マナチャージしてもらって。はい。じゃあマナチャージで1マナで。1マナで出します。で手札が1枚なので。1枚なので。555ガンガンギャラクシーを宣言します。555ガンガンギャラクシーこのクリーチャーを召喚してこのクリーチャーを召喚して1枚ドローします。1枚ドロー、え、はい、すごい。ドローで、これも出せます。あ、では2マナを出します。で、これはアタックできないんですけど、はい、この2人が SA なんで攻撃できる。なるほど。ですけど、はい、ここで一応裏目っていうのがありまして、はい、相手自分のシールド表が3枚を、うん、裏側にしてクリーチャー出すっていうカードがあるんですけど、うんうん、はい、それを引いてしまうと多分ほぼ負けなので、怖っ。だから殴り方に結構順番あるかなとは思うんですけ ど、 なるほど。ただ持ってるか持ってないかもまたここあれなんで賭けなんで思う方に行ってもらえば、ここを攻撃すれば、はい、表側のカードを裏側にするっていう効果は使えなくなるっちゃなります、この攻撃の時に。なるほど。ただ今持ってたらもうこの攻撃の時点で飛んできたりするんで、ちょっと怖いかなとは思ったりっていうのと、まあ、ここでダブルブレイクするのもいいんですけど、うん、その場合またこのカードとかで捨てて出しますっていうのも言われたりするんで、ここはもう思った通りに言ってくれば、じゃあもうこれここに、はい、じゃあやばい、まあ、ありましたね、ありました、ね、これは賭けなんで、もう仕方がないですけど、3枚をグランキにして、あ、やばいで、出ました。はい。じゃあその攻撃通します。で、ブレイクされます。はい。さばきの紋章1枚で、ひらめく聖戦 Z を出します。おー、次よ、何個も出てきた。じゃあ効果で、山田のから1枚を表向きでいきます。なるほど。で、今これブロッカーなんですよ。あー、なるほど。攻撃しても破壊されるんですよ。なるほど。じゃあからそのまま終了。これで終了です。そうか。というふうに今これのせいでもう多分攻撃がほぼ通らなくなっていく感じなんで、多分負けに行ったかなと。いや、おお、なるほど。どうしましょう。すごい。ほとほとく引いてるなって感じで。まあチャージ。今まで噴霧する仮面のさばきを取ります。効果で1枚ドローします。はい、ここに。シールこいつの効果でシールドゾーンにカードが置かれたときに、はい、次の光のカードのコストを3コストを軽減するので、はい、1マナで剣山のさばきをします。はい、効果で3枚見て呪文かメタリカを1枚回収します。はい、でサッパーカリバーを回収します。はい、でさばきの紋章なの でまたこいつの効果で3コスト軽減されます。おで1マナ冥翼のさばき、効果で1枚シールド返します。はい、あー、そっちを増やす。すごい。じゃあ、効果でここに置きます。こいつでミサイルジェットに攻撃します。はい、このままターンエンドで。はい、わかりました。ドロー、よいしょ。で、ここで攻撃者がまた破壊されるんで、はい、攻撃できなくなっていくんですよね。あー、なるほど。だからもう相手のペースにどんどんなっていくっていう感じですよね。終了しかないですね。そうだ、除去方法がないってことですね。そうですね。嫌なやつですね。本当にデッキを見てないんです。嫌なやつですね。トリガーが入ってるかがわからないんですけど、こっち側に。そうですね。ただ、まあ、もうちょっと相手がマナでジャニックシャッキします。動き出してるんで、ちょっと厳しいかなと。ここで、次の自分のターンの自分の呪文を唱えなくなります。はい、わかりました。で、ファンドロー。はい、サッパーかカリバーがシールドをブレイクするときに、うん、アタックチャンスでマスタードラゴンが自分のマスタードラゴンがアタックするときに、はい、ユニキラメクルーティンを攻撃します。はい、アタックチャンスっていうのが、はい、条件を満たしているクリーチャーが攻撃をしたときに、はい、手札からコストを支払わずに唱えられます。はあ。で、このカードの効果が相手のクリーチャーを全てタップ。え、次のターンに起きない。起きない、起きない。ねえ、タモと自分のマスタードラゴンがアンタップします。で、打った後はシールドできます。じゃあドラゴントリプルブレイカーで裏向きのシールドを3枚返します。はい、相手のシールドをブレイクするとき、各ブレイクの前に自分のシールドを1枚増やすか、表向きのカードを1枚増やすか。強っ。じゃあトリプルブレイク、トリプルブレイク。はい、
もう一回ダブルブレイクするときに、でまたダブルブレイクするんで、シールド2枚グラムキャッシュシールド、グラムキャッシュシールド2枚返して、やばいやばと、ここで、はい、で、じゃあダブルブレイク、ないお店はね、なかったです。さっきの3つ前列でダイレクトか、ありがとうございます、うわー、ということでございまして、はい、面白いで、逆にこの、そう、実はこのサンパークでしたっけ、もう、あの、僕らデッキどうするかって考えてたんで、うんうん、なんか、女の子たちがね、マキマキさんが使ってるデッキやりたいみたいになると思うんで、うん、すごい動きが知れてよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。また、あの、京都の GP では、あの、マキマキさんもマイマイさんもいらっしゃいますっていうね、お二人。で、僕とサクさんがいますので、はい、ぜひ皆さん、会場でお声掛けいただければと思います。お願いします。評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ちなみにあの、どうでした今日息子さんの、はい、あ、見抜けたの戦いだ。確かに。うまいこと言う。うまいこと言う。うまいこと言う。絶対コメントで書かれますからね。ね、寝なさいよ、早く。ありがとうございました。ありがとうございます。こんにちは、くーちゃんです。この度、親子で楽しめるチャンネルくーちゃんによるグレッツトライが開設中、詳細は概要欄からぜひチャンネル登録してください。